ベースボール TV へようこそ。お疲れ様です。いつもありがとうございます。はい、またね、オードリー来てるんですけども。そうですね。はい、有名実況配信者のグラブが。とてつもない有名な方の。そうですね、とてつもない有名な方のグラブがね、購入していただいたという。はい、嬉しくて本当に思いますね。あれはあの、ムコーズに来て、で、ディオさんのグラブを使って、これいいなと、はい、で、オーダーすると言って、はい、で、作っていただきました。で、こちらがね、すごいこだわりが詰まったグラブになってますんで、オプションもりもりで、オプションもりもり、こちらのね、グラブを開封していきたいと思います。はい、皆さんびっくりすると思いますねこの方のグローブが来るのかという、はい、そうですね。はい、こちらの加藤純一さんのグラブですね。はい、はい、届きました。すごすぎて、ウエクさんが噛むぐらいそうですね、ちょっと興奮してます、緊張します。はい、はい、でちょっと開けさせていただいて、まだ開けてもないので。そうですね、はい、こちらですね。あ、わ、かっこいい加藤純一さん、こちら小指2本で、小指2本で、指カバーをここにね、そこにつけてます。内野用 で指カバー、はい、珍しいですよね。そうですよね、はい、これオレンジ、オレンジです、オレンジですよね。オレンジとブラック、ブラックで、はみ出し白と、はい、いう感じで、結構統一感あってめちゃくちゃかっこいいですね。シンプルなのにおしゃれで。そうですね、こんな黒の使い方あるのかみたいなそうですねラベルが黒銀で、黒銀で、で、加藤純一さんといえば、あの、巨人ファンということで、ジャイアンツアイと、はい、入ってます。愛だけ赤に変えて。そうですね、愛だけ愛だけ赤です。植木さんのグラブも、あの、そうですね、プロ草野球選手、草だけ緑に、はい、っていうのもあって、はい、できますんで。で、あと加藤純一さん、はい、名前がね、ここに背番号も入れて、はい、入ってますね。やばいですね。で、ここウェブに55と、はい、入ってます。意外とあの、影の刺繍もかっこいい、ね、そうですね、かっこいいですね。はい、はい、で、補給面黒ですね。補給面黒、黒いいですね。黒いいですね。黒の補給面で、裏側がオレンジ、はい、っていう感じですね。で、オプション、オプションはもういろいろつけすぎちゃって、はい、いろいろつけてるんですよね。はい見た感じちょっとあんまりわかんないですけど。そうですね、まあ、指カバーもそうですし、指カバー、はい、はい、ここね、あと小指2本のセパレートにして、あ、長さ変えたり、ここですね、はい、あとは長さ、そうですね、あと、はい、露手紐をちょっと下げたりとか。ああ、ここですね、はい、小指の紐を日本指仕様にしたりとか。ああ、なるほど、はい、いろいろいじりまくってるグラブになります。オプションもりもりですね。オプションもりもりだ紐がたんですよね。そうです、紐がたんで、はい、いい感じだな、すごいかっこいいですね。かっこいいですねこれをどう片付けていくのかも、またそうですね、はい、使用感、片付けはね、カイさんがやるのかな、ちょっとわかんないですけど、ちょっとこれは結構重大な片付けになります。そうですね、うちでは引き受けたくないですねそうっす、ね、失敗した場合、はい、めちゃくちゃかっこいい。何もしてないのにツヤが、うん、すごいですね。すごいですね、やばい。あとね、匂いがいいです。やっぱり匂ってきます、はい、ジュテルのいい匂いがね、袋から開けた瞬間やっぱ匂いが違いますね。ますね、これめちゃくちゃかっこいいです。確かに、はい、植木さんがあの、カイさんに渡して、はい、甲斐さんが加藤さんに、そうですね、加藤さんに渡して、でも甲斐さんが多分片付けするんじゃないですかね。片付けしてから渡すという。そうですね、おそらく。その反応が気になりますね。気になりますね、今度教えてもらって。これはでもね、めちゃくちゃかっこいいです。確かに、はい、合いますね、オレンジとか合いますよね、はい、いいな、すごい。ジャイアンツから、あの、一般の方も同じような感じで、はい、まあ、オプションはつけなくても、そうですね、同じようなカラーとかは できますんで。いいなぁ、すごいですね、これ、はい、早くこれ使って試合に出てもらう確かに確かに、はい、プレーしてるとこ見たいですね。この間いいプレーしてましたからね。そうですね、はい、サードショートで、はい、しっかりさばいてたんで。さばいてました、これで、このグラブで。ちょっとその時また追いかけさせてもらって、はい、はい、
すみません、植木さん、じゃあお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。受けの方をよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。